実は県内では過去に台風が来たわけではないのに高潮の被害が発生したことがあります。2009年7月15日の夕方、激しい江崎漁港周辺で一時的に海面が急に上昇する現象があり、住宅に床上浸水などの被害が出ました。気象台が現地調査などを行った結果、この時発生した高潮は顕著な副振動によるものと結論付けられました。海面の変動には通常の潮の満ち引きで起こる主振動と呼ばれるものがあります。これとは別に低気圧などによるわずかな気圧の変化により不規則に海面が波打つことがあり、これを副振動と呼んでいます。この波が奥まった湾内や港などで共鳴を起こすと、海面変動が著しく大きくなることがあります。副振動は大きいものでは、過去に長崎県などで船が転覆するなどの被害が起きたこともあります。速い潮の流れにより魚網が流される網引きにちなんで網引きとも呼ばれます。海はそんな現象が起こることがあるんですね。で、この副振動は前もって予測することはできるのでしょうか。はい、それが厄介なことにですね、いつどこでどの程度という予測が非常に困難な現象なんですね。まあ、ただし通常でも潮位が高くなる大潮の満潮のところにですね、副振動が加わると被害が起こりやすくなる、まあ、そんな心配もあります。まあ、そんな心配があるときには台風などが来ていなくても高潮注意報が出てくるというわけなんです。またそもそも夏から秋にかけてというのは副振動の有無にもかかわらず潮位の変化には気をつけていきたい季節でもあります。夏から秋にかけては連日の強い日差しによって海の水が温まる時期で、水は温められると膨張するため、夏から秋は1年のうちでも普段から元々の潮位が冬に比べて25センチから40センチほども高くなる時期でもあります。このため大潮の満潮時は穏やかな天気の時でも海面が護岸に迫ることもたびたびあり、ちょっとした海面が高くなるきっかけで海岸や河口付近が浸水する高潮の可能性も出てくる時期でもあります。穏やかな天気の時でも高潮注意報が出た時には潮位の変化に十分に気をつけるとともに、県が提供している高潮防災情報システムの情報も活用したいところです。県内各地の観測ポイントにおける潮位の変化や潮の満ち引き以外での潮位変化の様子のデータなどリアルタイムで確認することができます。この情報ですが、もちろん台風接近の時の高潮の監視にも活用することができます。穏やかな天気の時にこれからの台風シーズンへの備えとしてもですね、この情報の見方の確認しっかりと行っておくといいと思います。以上、天気の見方でした。